私も誰のことも好きになれないから。殺して。被害者は六本木のキャバクラ嬢黒沢桃花さん二十歳。紐状のコードのようなもので首を絞められ意識不明の重体です。青葉西署刑事課の山中です。ひょっとしてここにいる方ってまさか。安子をめぐる七人の男。容疑者ってことか。安子の容体は何のお話でしょうか。なんか他に分かったことないの。ねえ、君をずっと見てる。ずっと君を見てる。彼女のことは彼女にしか分からないんだが。お誕生日おめでとうございます。どこまでご存知ですか。俺たちは安子を愛してました。さよならを言う権利はあるはずです。君の寂しさを埋められるはずだった。一度必死で対応しております。どうかどうかここでお待ちください。私らしくある私は畑安子です。今日彼女は命を失うかもしれない。ただ愛してほしかった。お父さんとお母さんに会いたい。センチメンタル安子。